一つでも着に絡めるように精一杯走るので応援よろしくお願いします。この地元戦はどんな思いで迎えてますか？ちょっと初めての10戦なので少し緊張してるんですけど、頑張りたいと思ってます。有名な選手いっぱい来てますね。はい、緊張しますね。ファンの方にはどんなレースを見せたいですか？そうですね、持ち前の粘り強いレースでちょっと新人賞を目指していきたいと思います。2ヶ月半ぶりのレースなんですけど、すごい緊張してるんですけど、無事故で走りつつもちょっとでも前を走れるように頑張ります。小島は初めて走るレース場なんですけど、たくさん船けに絡めるように精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。初めて来た女王なので、まずは水面に慣れることから始めたいと思います。精一杯全力で船けに絡めるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。いいレースができるように一走一走集中して走りたいと思います。応援よろしくお願いします。前節来た時は事故をしてしまったので、今節は事故しないように一走でも多く着に絡んで予選突破を目指します。小島倉頑張ります。よろしくお願いします。小島は今年初参戦ということになりました。どんな気持ちで迎えてますか？はい、地元を走りたかったんで嬉しいです。練習には時々来てたんですか？時々、はい、はい、新エンジンになってから何か情報は仕入れてますか？あ、はい、辰馬さんの情報を、はい、持ってきました。最新情報ですから大いに上がってないですね。はい、はい、では一節間にかける意気込みをお願いします。はい、今年からフレッシュルーキーに選んでもらったので、地元で活躍できるように頑張ります。応援してください。前回事故で帰っているので、今回はスタート事故に気をつけながらいいレースしたいと思います。応援してください。今年の地元戦どんな気持ちで迎えてますか？なんか久しぶりな感じがするんですけど、小島好きなんで頑張りたいです。新エンジンの情報は何か持ってきてますか？なんとなく何番がいいとかこんな感じとかは、はい、聞きました。はい、では一節間にかける思いをどうぞ。はい、小島、岡山たくさんいます、たくさん応援してください。よろしくお願いします。頑張ります。追加できました小島はあまり、いいイメージはないんですけど、克服できるように頑張ります。応援してください。今シリーズなんですけれども、どんな戦いをしたいと思ってますか？はい、最近すごく調子が悪いので、ここでちょっといい調子取り戻したいなと思ってます。小島は何かしらきっかけになる水面ではありますよね。そうですね、優勝も2回ありますし。あ、はい、はい、いいエンジン引けるといいですね。あ、はい、いいエンジン引きたいです、そろそろ。では一節間にかける意気込みをお願いします。はい、優勝目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。今年初登場の小島です。どんな気持ちで迎えてますか？はい、はい、いつも練習させてもらってる水面なので、で地元なのでちょっと頑張りたいです。はい、はい、新エンジンになってからちょっとしか経ってないんですが、はい、何か情報を仕入れてきましたか？そうですね、同期も走ってたり岡山の人たちも走ってたので、はい、何人かには聞きました。いいのを引くといいですね。はい、聞きたいです。では一節間にかける意気込みの方、はい、お願いします。はい、しっかり調整合わせて頑張ります。応援お願いします。4874福岡支部池田夏実です。レース自体が久しぶりなので、
一個でも多く前を走れるように頑張ります。応援してください。今年は地元初登場ということになりますが、どんな気持ちですか？はい、地元なんで一生懸命頑張りたいと思ってますやはり気合は入りますかね。気合だらけですね、はいはい、今年は弟の弘道選手も輸出したんですけれども、はい、ちょっと負けてられないんで、はい、頑張りたいと思います。一節間にかける思いを、はい、スタート無事故で攻めるレースをしたいと思います。応援よろしくお願いします。今年初めての地元戦ということになりました。どんな気持ちで迎えてますか？とりあえずスタートだけは行こうと思ってきました、はい、いいエンジン引けるといいですね、はい、情報はありますか？いや、とりあえず神社に行ってお祈りだけしてきました、はい、それが叶うといいですね、はい、では一節間にかける意気込みをお願いします。はい、今節はちょっと風とか吹いて水面が荒れるって聞いたので、船券に絡んで配当も出していきたいと思います。応援してください。一走一走集中して一生懸命走ります。応援よろしくお願いします。小島は昨年の2月以来1年ぶりということになりました、はい、久々の地元戦ですね。そうですね、で怪我からも復帰して2節目なんで、まあ、ぼちぼち行きたいと思います。はい、はい、ではまず慣れ親しんだ地元水面を思い出してすぐ慣れることですね、はい、レースに。そうですね、はい、はい、まあ、仲間はたくさんいますから心強いですね。はい、デビューしてからずっとお世話になっているところなんでやりやすいです、はいはい、では一節間にかける意気込みをお願いします。はい、一節間頑張ります。応援よろしくお願いします。小島のイメージはどうですか？小島は好きなんですけどね、はい、成績は伴ってないんですけど、はいはい、では今回でいい方に向けていただきたいと思います、はい、一節間にかける意気込みをお願いします。はい、一つでもいいレースができる精一杯頑張ります。おはようございます。4525のまこなつみです。小島はすごい久しぶりなんですけど大好きなレース場なんで今節も頑張りたいと思います。応援してください。今回はどんなお気持ちで今節お迎えになってますか？はい、いつもと変わらず、はい、頑張ろうと思ってきてます。はい、3 days が今年の初出走ということだったんですが、はいはい、それからどうですか、リズムは？そうですね、少しずつ上がってきてると思います。はい、ではこの小島地元でガンと上げたいですね。はい、はい、一節間にかける意気込みの方お願いします。はい、優勝できるように目の前のレース一走一走一生懸命走ります。見ててください。今回はちょっと季節が変わってきてますけれども何か対策は考えてますか？あ、そうですね、最近ちょっと先輩からいろいろアドバイスいただいてちょっとプロペラの方向性が見えてきたので、はい、それをちょっと参考にしたいと思います。はい、はい、一節間にかける意気込みの方お願いします。はい、たくさん一着取れるように一生懸命頑張ります。応援してください。年末にはねティアラも獲得されましたけれども、はい、そこからまた注目度も高まってるんじゃないですか？そうですね、ありがたいことに。はい、では今年もこの小島からまた勢いをつけていきたいところではありますね。そうですね、はい、では一節間にかける意気込みをお願いします。はい、いつも優勝戦に乗るだけで終わってるので、はい、今度こそ結果出して帰りたいと思います。よろしくお願いします。小島は14年の9月以来超久々になりますね。はい、とっても近いんですけど、はい、なかなか走る機会がなくて6年ぶりになりました。はい、でもいい思い出はある水面ではありますよね。そうですね、はい、一節間にかける意気込みをお願いします。はい、小島久しぶりに来ることになったのでしっかり活躍できるように頑張ります。ご声援お願いします。
ちょっとしっかりいい時を思い出しながら精一杯頑張りたいと思います。はい、船研に貢献できるように集中して頑張ります。今節は地元勢がたくさんいますけれども、どんな気持ちで迎えてますか？そうですね、やっぱ地元なのでしっかり走りたいなと思ってます。アピールはしたいですもんね。もちろんです。はい、はい、一節間にかける意気込みをお願いします。はい、地元なのでしっかり一生懸命走りたいと思います。応援お願いします。予選突破できるように頑張ります。応援してください。今回はちょっと天候も荒れるかもなというところですから、気をつけないところがいけないありますね、いろいろもういいよ、もう、はい、全部気をつけていきます。はい、では今回はドリームからの出場ということになっております。一節間にかける意気込みをお願いします。はい、しっかり合わせて、思った通りのレースができるように頑張って仕上げていきたいと思います。近況、ご自身のリズムはいかがですか？まあ、良くもなく悪くもなくっていう感じです。はい、地元だと何か意識するところはありますか？そうですね、普段通りですけど気持ちは入ってます。はい、昨年の大会では優勝なさったわけですけれども、今節も地元勢はたくさんいます。そうですね、はい、また誰かが優勝できるように頑張りたいです。はい、では一節間にかける意気込みをお願いします。はい、事故なく一生懸命走ります。応援よろしくお願いします。最近ご自身のリズムはどうですか？あ、ちょっと良くないです。良くないですね、はい、はい、記念も走ったりとかなさってますけれども、それ含めても良くないですね、はい、良くないと思います、全体的に。はい、ではこの小島でしっかりと流れを変えたいところですね。変えたいです。小島は得意な方ですか？あ、もうエンジンなりな気がします。では今回いいエンジンもね、何機かありますので、まずはいいエンジンを引くところからですかね。はい、全権利集中します。はい、はい、では一節間にかける意気込みをお願いします。一生懸命頑張ります。応援してください。小島はたくさん走らせてもらっている水面なんで、一生懸命頑張ります。応援お願いします。今回はどんなお気持ちで？前回仕上げきれなかったので、今回リベンジ来ました。はい、新エンジン一節目で3日間ということで、はい、みんな調整が早いと言っておっしゃってました。そうですね、もう本当に調整の遅さに、はい、やられましたね。はい、今回はコース上記もちらほら出てきている中ですけれども、はい、とにかくしっかり仕上げて早めにと。そうですね、早めにですね、はい、はい、ドリームも走られますから、もう序盤戦から勢いをつけたいですね。はい、はい、では一節間にかける意気込みをお願いします。はい、最近ちょっと調子悪いんで、小島から上げていきたいと思います。ぼちぼち頑張ります。応援よろしくお願いします。最近のご自身のリズムはいかがでしょうか？またちょっと点数ないので、はい、頑張りたいです。今回ドリームからのスタートということですから、気合も入りますね。そうですね、頑張ります。では一節間にかける意気込みの方お願いします。優勝戦乗れるように頑張ります。小島を走るのは今年初めてということになりました。はい、髪の毛またバッサリ切られたんですね。はい、トレードマークの、はい、髪型に戻しました。戻ってきましたね、ショートの森岡選手。はい、この地元戦は新エンジンになっているんですが、はい、何か情報とかは聞いてこられました？何も、はい、入手してないです。はい、真っ白な状態で、はい、はい、じゃあ E の引きたいですね。そうですね、はい、はい、では一節間にかける意気込みをお願いします。はい、一生懸命頑張ります。応援してください。船研に貢献できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。
い、久々に来ました。一走一走しっかりいいレースが一つでも多くできるように一生懸命走るんで応援お願いします。今節はどんな気持ちでお迎えになっていますか？そうですね、年始めにあまり成績が良くなかったので気持ちを切り替えて今節は頑張ろうと思います。はい、新エンジン1節目は経験されてるんですが、その後いろいろコース上のものも出てきました。ご主人からは情報は入手されてるんでしょうか？はい、ゲージも作ってきました。プロペラの方はそれがバチッと合うといいですね。そうですね、地元勢がたくさんいますけれども、はい、地元で誰かが優勝するように団結して頑張りたいと思います。では一節間にかける意気込みをお願いします。はい、一生懸命走ります。たくさん買って応援してください。地元勢を率いてのシリーズということになりますが、どんなお気持ちですか？そうですね、たくさんできているのでみんなで活躍できたらいいなと思ってます。はい、新エンジンになっているんですけれども、はい、何か情報とかは得ておられますか？いえ、あんまり特に情報をあえて入れていきませんでした。はい、先入観なく自身が手にしたエンジンを調整してと、はいはい、ではしっかりと見せ場を作っていただきたいと思います。はい、一節間にかける意気込みをお願いします。はい、最後まで精一杯走ります。応援よろしくお願いします。すごく久しぶりなので、最後まで諦めずに一生懸命頑張りたいと思います。